どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、音楽始めよう。今回のテーマソングは今ドラマの主題歌で話題になっております、ドン Dreams Come True Yes and No。 こちらのこの歌詞が奥深いですよ皆さん。今2020年、まさにこの歌詞ぐっとこう皆さんこう染み渡って歌っていきましょう。ドラマのですね、アンサングシンデレラというドラマの主題歌、フジテレビのドラマの主題歌ということで、皆さん大いに歌っていきましょう。いつものように2バージョンで、最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単に弾けるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半はかっこいいバージョンやります。このかっこいいバージョンはリズム、ビートを加えてさらにエモーショナルな雰囲気になるようにかっこよく仕上げております。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽聴くのいいけど、やる方がもっと最高なんですよ。でも音楽苦手、やったことないからという方、このウクレレで今ご覧になってるガズレレ方式でやったらもううあっという間に音楽できるようになりますよ。はい、今ねこのガズレレではそんな方がねどんどんできるプログラムがあって、そのプログラムを見て全世界中の方がもう何万人も本当にこれでウクレレで音楽始めてます。皆さんもすぐにできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけです。はい、これ YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られて無料ですから、まずやってみましょう。はい、ここのリンクです。行ってらっしゃい、クリック。はい、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲、最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、毎日毎日ちょっとずつね簡単アレンジで公開しております。これから皆さん音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。それではやってみましょう。 Dreams Come True Yes and No、 ガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみます。1,2,せーの。たった一回やらかしたら Come True の Yes and No、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。今のバージョンはですね、ショートカットアレンジバージョン、原曲からショートカットなんですけど、フルでやってみたい方はですね、コード進行2番とか一緒ですので、主にね2番をショートカットさせていただいておりますので、2番はコード書いて、2番の歌詞書いて、オリジナルの楽譜を書き出してください。そして今のねシンプル簡単バージョン、動画と一緒にゆっくりできた、なんとかできたという方も、もうちょっと動画で練習したら紙に書いて、今度ご自身だけで演奏してみる、それをお勧めします。その時の参考になるように、いつもガズがこのノート、いつもねこのノートを見てガズは歌ってるんですけど、これを、
皆さんにこうシェアして、こんな感じで書くといいですよということでシェアしてるんですけど、今このサービス始まってます、ガズクラブです。ガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この今やってるイエス&ノーの楽譜を含む、ガズが今まで取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲の楽譜が、毎月5曲、ご自身でお選びいただいてダウンロードしていただけるという画期的なサービス始まってまして、もうメンバー500名以上でもうご活用していただいております。そしてこのガズクラブではですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回のガズレレ、ガズクラブ限定オンラインライブ配信っていうのがあって、これがまた盛り上がるんですよ。次回は10月4日の14時から、昭和の歌だけど、今の若者も知ってるような歌をわっと集めて、今もう皆さん課題曲も提案、もう出してますからね。今みんな練習して、10月にはもうみんなでわーっとこうね、もう世界中でもう参加してくださいますから、もう世界中にいるんですよ、もうガズレレ見てくださってる。その方とセッションする、これオンラインならではのお楽しみ方最高です。あとはね、毎朝7時にガズラジオ、ガズラジっていうのを放送してます。毎日ですよ、朝7時です。耳だけで済む。はい。あとはね、そこで SNS が回ってるんで、どんな質問にもガズが答えたりとか、いろんなテーマで喋ったり、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所2箇所あります。どんどん活動の枠が広がっております。皆さんもぜひご活用ください。はい、そしたら移していきます。これはですね、ちょっと見てください。今日この矢印がですね、見て、これ矢印なんですよ。シンコペーションと言ってですね、これ後半のかっこいいバージョンではもう炸裂します。ここめっちゃ難しいと思うんですけど、今やったシンプル簡単バージョンは上の段をね、4つ引きでやったんですけど、イントロは省略しました。ここから始まる。これドラマの始まり方だと多分ここで始まってるような様子なんでね、一応ちょっとそれを参考にさせて、かっこいいバージョンではイントロがついておりますということでございます。はい、これはですね、コード進行はシンプルなんですけど、歌のリズムとか、これ結構ね、この黒い点でガズはリズム測ってるんですけど、すごく裏でくるんですよ。たいかいやらかし、裏でね、リズムが拍が入っている。この辺がね、なかなかちょっと歌うと、面白くもあり、リズムがこうなんか掴めそうで掴めないと思いますね。ちょっと練習が必要かなと思います。そしてここに書いてある、くるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードですので、またこれももうちょっとしたらご案内していきます。今、ざーっと映しますんで、これさっとメモるか、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを、止めながら書いていただくか、あとはですね、ガズクラブでダウンロードしていくかと、いただくかということになります。あ、そうだ、これ言い忘れてた。Am 星って、ちょっとテロップ出てたと思うんですけど、これはですね、Am と C を同時に押さえたという、ちょっとコードネームをね、ちょっとまあ、わかりづらいんで、ガズレレ独自の表記で、Am 星というのを、考えてみました。これですね。Am 星。はい。これ簡単。まあまあ、そう思ってですね、こういう表記にしております。星マークはね、ガズレレならではの表記ですね。他のところで、他のね、音楽関係者に言っても、まるでもう わけわかんないってことになりますんで、そこのところ、お召し料金を。はい。で、ここ最後のラストのところ、やって、ここのメロディーを歌って、最後のこの不思議なね、エンディング、ちょっとこう、語るような、喋るような。はい。この辺もね、注目のところでございます。はい。出てくるコードじゃ解説していきましょう。この、一個だけ、これだけかっこいいバージョンで出てくるんですけど、さっき言った Am 星がちょっとね、ちょっとイレギュラーだったんで、一応赤く囲っていきます。他のコード言っていきます。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。もうこれ超基本コードですね、ここまでは。はい。これもうちょっとしたら解説するんで、今映ってるこの6、7、8個のコードはですね、これ超入門コードのグループ、ドン、ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードは、ウクレレで音楽を始めようと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたいコードのグループ、グループっつんでいくつかコードがあるんですけど、10個あるんですよ。この10個覚えておいたらもう本当に嘘みたいに世の中の曲ってできちゃうんじゃないかというね、ウクレレにとってめちゃくちゃ大切なコード、入門コード、しかも超簡単ですよ。でもね、10個あるんですよ。10個もあるのかと思うでしょ。安心してください。これも1個の小指1本でしょ。これも1本。これも1個のコード。これも1個。こんな感じ。1個ずつ見たら超簡単。だけど、10個いっぺんに覚えると、それぞれ全部簡単だけど、10個いっぺんに覚えようと思うと、ちょっとね、わけわかんなくなっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してます。ここにリンク貼ってきます。ガズレレ必須コードはこの動画で完全マスター。これがポイントでございます。楽しく覚えていきましょう。そしてさっきも言ったこの、A、星。Am 星。これはですね、ちょっとね、C だと明るすぎるし、Am だと悲しすぎるなと思って、これ両方音鳴らしちゃおうということで、C ところと Am 同時に押さえちゃうということですね。ここだから小指でも薬指でもいいですけど、まあ小指の方がいいのかな。この響き。独特な響きだな。この響きがいいなということで、今回採用いたしました。これ押さえるのは簡単でしょ ?Am のとこと C のとこですからね、同時に押さえる。はい。これが結構後半の ラストのバースのところではキーポイントの響きになるかなと思って、ちょっと取り入れてみたので、ちょっとこの響き楽しみながらやってみてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、いつもこのタイミングでお伝えしてるんですけど、まず4つ引きでね、
歌のね、このタイミングとメロディーをしっかり把握してくださいね。それやんないままかっこいいバージョンにやっちゃうともうごっちゃごちゃになるんで、まず今の四つ弾で、たった一回やらかしたら、このタイミングとメロディーをしっかり、理解した上でかっこいいバージョンに行かない。今度シンコペーションとか出てくるんで、本当に置いてかれちゃういろんなものはね。はい。まあじゃあここからかっこいいバージョン解説入っていきます。そういうわけで、一個新しいコード、さっきシンプル簡単バージョンでは出てこなかったコードが追加されます。このコードがですね、ほんと一瞬なんですけど、この A メロのね、ところのここの経過音として出てくるんですよ。これ Am から C、AUG、C。これがかっこいい流れるような。はい。じゃあ C、オーギュメント解説。C 押さえといて、4弦の1フレットですね。はい。C 押さえといて、これが C、オーギュメント。で、さっきのさ、Am 星ってここですからね。だから、Am 星と C、AUG、これなんかね、訳してるけど、もう、こうやって見たら簡単でしょ。はい。そんな感じです。どうやって使うか、そこのところやってみると、何かを置かれてるから、ここ、思ってる。これいいでしょ。Am、C、オーギュメント、C から D7。この流れ結構出てくるパターンなんで、だんだん降りていくパターン。はい。C、AG 使っていきましょう。はい。そして、リズムの解説入っていきます。リズムはですね、今日は基本的には全てこれです。ドーン !8 ビートのチャ。8ビートのチャっていうのはですね、こんな感じね。はい。これです。これで全体像をこれでいくんですけど、途中の、ラストのバースのところで、みんなこれ、さっきの A マイナー星のところは、チャを入れずに、ジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャン、チャを入れないバージョンでワンフレーズだけいきますけど、まあ、もう 98% はもうこの8ビートのチャです。この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っときます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から、8ビートのチャという動画がアップロードされてますんで、そこでじっくりしっかり見ていってください。ちなみに見たらもうそこでも言ってますけど、まず基本となるのは8ビートというリズムになりますんで、8ビート、8ビートのチャ、こんな感じで、マスターしていただくのがいいと思います。これはですね、案外グイグイ速くなっちゃいがちなんで、こうエンジンブレーキを適度にかけながらこうゆったり弾く、ちょっとそれが今回のポイントになるかなというふうに思います。はい。そして今日の一番大変なやつ、このマーク、シンコペーションマーク、これ矢印マークですけど、リズムが前にスコーンと突っ込んでくるというやつでございましてですね。これちょっと今、イントロでちょっと解説しようかな。さっきイントロは、シンプル簡単バージョンでは、ショートカットしたんで、ちょっとやってみましょう。これ見てもらうと、Am と G7 の間に、G7 の前っていうのかな。ここに矢印が書いてあります。ちょっと見ておいてください。1、2、1、2、3、4。わかった？わかった？今のダンスダンダランズダーン、リズムがさ、ダンスダンダランズダーンってこう前にザーンと食い込んだでしょ。手を見てもらうとわかるけど、ダンスダンダンダンズアップでコードが変わる。はい。普通だったらダンスカダンスカダンスカダンってなるはずなのに、ダンスダンダランズダーン、こういう風に、これがシンコペーションマークなんです。今のイントロまだいいですよ。歌の中でもうバン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 入ってきますからね。このシンコペーションマーク、特に A メロで入ってくるのかな。あと一番最初のところ行きましょう。たった一回やらかしたんだ終わり。ここ入らなくて、そんな今を自分に行け。こんな感じでゴンゴンゴンっていっぱいね、もうね、入っているところと入ってないところがあるんですよ。これ全部入ってんだったらまだしもわかるけど、入んなかったりするもんですから、もうちょっとこれがもうわわってなるんですけど、そこは一個脳トレの要素としてこのシンコペーションマークがっちり掴んでリズムにこう、だんだんそれでやってるうちにリズム速くなっていっちゃいますからね。さっきも8ビートのところで言ったけど、シンコペーションをねやってるうちに速くなっちゃうんで、これだと今みたいなのでね、ちょっとやるとこんな感じになりますよ。ダンツタダダツタキタダンツタタタツタダンツタツ、こんな風に一回グッとこうこの膝を入れとかないとどんどんリズム速くなっちゃうんでね。このグッグッとこう踏みしめながら。これがキーポイントでのシンコペーション山盛りですから。はい。楽しんでいきましょう。そしてやっぱり、これやっぱ歌のメロディーがやっぱもう吉田美誠さんならではのあのスタイル。言葉がサッと入ったりとか溜めたりとか、歌のメロディーラインもね、すごくやっぱり簡単そうに聞こえるんですけど、歌ってみると難しいっていうか、まあ、そこがね、面白いところなんですけど、ぜひじっくり何回も聞いて、歌をものにして、こう、さらにそのリズムと合わさると気持ちがいいので、はい、そんな風にイメージしてやってみましょう。この歌詞の内容もですね、もうこの現代社会ならではのね、こう深いところをついているなというような感じがしますもんね。はい、そんなイメージで心込めて歌ってまいりましょう。Yes and No Dreams Come True ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン2 1 2 3 4
する日思い描く、そこから始めよう。せーの、チカさん。Dreams come true の Yes and No ガズレレレオかっこいいバージョンやってみました。いやー、深い曲で、このシンコペーションやっぱりいっぱい出てきたでしょ。あれ結構惑わされちゃうっていうのもあるんですけど、あんまりねスパンスパンっていう勢いをつけるっていうよりは、もうなんていうのかな、自然にシンコペーションが流れていくっていうのが結構クールでかっこいいかなというふうに思いますけれども、まあひとまずね、ちょっとあのシンコペーションマークも乗り切って、こうリズムをね、こう全体像をつかむような感じで、歌っていきましょう。さあ皆さん、この面白さ周りの方にもぜひお伝えください。ウクレレで音楽奏でるとね、めちゃ楽しいよということで、はい。このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用くださいね。チャンネルね、いいねだとか、チャンネル登録なんかも、ほんと、よろしくお願いいたします。はい。で、今、いつもガズが使ってる、このガズのわがままウクレレですけど、ここにあるコンサートサイズなど、お選びいただいて、やっぱ現在、ご注文可能な状態になっております。はい。で、今、ご注文いただいている方、もうベトナムの方で毎日もう、仕上げておりますね。もう少々お待ちくださいませ。はい。ウクレレのご案内、ここにリンク買っておきます。よろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杖さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほら、わかる？ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。で、これどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて。で、これ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね、取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたり、カポ入れたりとかできるかなと。で、これはですね、譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい。そしてこれパッと収納すると、もうね、まあ、オールブラックなんで、結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ。これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけない、この本たち、はい。これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ、教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせて、なんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね、9万8000部とか、9万9000部近くの、出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい。ぜひ皆さん、こういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くより、やる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。